はじめにメグザライダーズ藤田ニコルさん、ご挨拶お願いします。はい、メグザライダーズのニコルです。今日はよろしくお願いします。そして藤田さんといえば、はい、ご結婚ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。発表から少しね、10日ほど経ちましたけど、心境いかがでしょうか。何にも特に日常生活は変わりないんですけど、やっぱこうやっておめでとうって言ってくれる機会がとても増えて、なんかそわそわしてます、はい、嬉しいです。はい、どうもー、私サメを愛しサメに愛された男、サンシャイン、ウィンケ、ボゴフ。シャッターチャンス、うるさいよ。さーっき、はい、シャッターチャンス、シャッターチャンス、イエーイ、取って取って、すごい、ホーディエクスくらいさ、ツバ飛んでるよ、すごい、めちゃくちゃ飛んでるです。お願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ飛んでる。ホーディエクスでお送りしました、前列はね、前列、全員ツバかかってるから。おめでとうございます。しぶきみたいに。ここからはその劇中に登場する世界に沿った対決を行ってまいります。藤田ニコル VS サンシャイン池崎、3番勝負。イエーイ。じゃあうちジェイソンの方は、メグね。いや、メグでしょ。いや、メグだよ。俺がメグ、うん、あ、メグか。受け入れました。会場で俊敏に動くためにはバランスが大切ということで、うん、まあ、少々こじつけ感はありますけれども、片足バランス対決。すごい昔のバラエティーみたいですね。よーいしょ、スタート。待って、やばいかもしんない。これ安定してますね。待って、結構危ないかもしんない。ニコルンはかなり安定してちょっと近づいてしまっています。怖いよ。ちょっとニコルンにかぶりつつあるが、あ、サイレント池崎。待って、どこに絶対怖い。ステージから落ちないでくださいね。待って、どこここマジで怖い。怖いよ。さあ、なるなる。終了。勝ったのはニコルン。待って、意外におじさんだね、ちゃんとね。え、そんなに。俺もう40だから。確かに40が出てるよ。危なかったわ、俺。ここに行っちゃう。危なかったね。最後はね、もうスタッフからのストップということで、うん、落ちたら大事故でしたから。でもニコルンはさすがですね。こうやっぱり普段鍛えてらっしゃるから、はい、やっぱ体幹がしっかりしてる。そうですよね、はい、トレーニングして、あのプランクとかもやるので。さあ、最後の勝負参りましょう。はい、最後の勝負は陸上ライドタイムアタック対決。イエーイ、来たー。イエーイ、待ってましたそれそれ。はい、どれどれ。最後は3ポイントですね、これね。逆転チャンスみたいなね。最後も1ポイントです。なんや。メグが出現するまでの時間をお二人に測っていただき、より近い方が勝利とさせていただきます。いきます。え、準備はよろしいですね。それでは、よーい、スタート。始まってる。え、ちょちょちょ、待って待って、今始まったの。うん。ねえ、何も音鳴る前に。ねえ、待って、何秒どうしたの。わ、0.38 ですね。まだ音鳴ってないんだって。ニコルンの勝利。やったー。結婚祝いです、結婚祝いです、はい、ポイントが。ありがとうございます。ポイントが結婚祝い。結婚祝いです、僕からの。ありがとうございます、はい、おめでとうございます、本当に。